BKR 放送あなたの教授のお時間です。本日あなたの専任講師を務めてくださるのは僕らの大学のはじめ幸男准教授でいらっしゃいます。さあ授業の開始です。いってらっしゃいませ。これもう撮ってるんですか？はい、皆さんこんにちは。僕らの大学社会学部人間行動心理学のはじめ幸男でございます。本日は私が長年研究テーマとしておりますところのビギナーズラック、これについてお話をさせていただければと思っております。ビギナーズラック、和訳をしますと初心者幸運。最近の若い研究者などは、初めてラッキー、はじら、めてっきーなんて呼ぶんだそうですけれども、我々のような古い研究者の間ではですね、初幸、初幸と呼ぶのが一般的でございます。はじめまして、初めての幸い、この漢字2文字を音読みいたしまして、初幸、初幸と、まあ、こうなるわけですけれどもね。このビギナーズラック、意味合いとしましては皆さんもよくご存知の通り、初心者がプロよりも、時に秀でた結果を出してしまう、勝ってしまう。まあ、そのような現象のことを申しましてね。まあ、何も知らない、何もわからない。そういうものがですね、鍛錬、修練、経験、そういったものを長い時間をかけて、身につけてきたものよりも、秀でてしまう、まあ、そのようなことですね。まだこれは、何も勝負ごとに限らずとも良いですね。とあるカップルがですね、初めてのデートをしまして、彼氏は釣りが得意ですからね、彼女にいいところを見せようとしたけれども、彼女の方が、大きな魚を次々と釣り上げてしまうっていうね。おいおいおい、参っちゃったな。私って釣りの天才なんじゃない？まったく、俺の立場も考えてくれよ。やだ、かっこ悪い。もうあなたとは別れて、あっちにいる釣りの上手なおじさんとお付き合いしちゃおっかな。何よ。こういったケースでもですね、彼女はビギナーズラックであったということが、できるかと思いますね。大変初々しい光景ですね。私、大嫌いですね。ビギナーズラック。BKR 放送あなたの教授。本日の専任講師は僕らの大学のはじめ幸男准教授でした。好評でしたらまた次回。起立。礼。僕らのラジオ。はい、というわけで改めましてこんにちは、アトリエナルセ代表の早川と申します。皆さんご機嫌いかがでしょうか？変わらずお元気でしょうか？僕らのラジオ第5回ということでね、前回から随分間が空いてしまったなぁという感じなんですけれども、何してたかと言いますとね、5月の新作をですね、まあ遅ればせながらだったんですけれども、6月に入ってからアトリエナルセのオンラインストアでお披露目をしたりですとか、あとは6月の
新作でね、サマーフォーマルっていう新しい洋服作ったもんですから、その洋服たちをね、取扱店さんにまあお届けしたりだとか、まあ、なんやかんやとね、本当に忙しくバタバタさせてもらいましてね、忙しくて、疲れも出ますからね、なかなかそのラジオ、これ録音する時間がなかったっていうのが、嘘でしてね、はい。何かって言いますとね、前回第4回のオープニングですか、聞いていただいた方はご存知かと思うんですけれども、思い立ってね、落語をやってみたんですよ。落語なんてね、当然、やったことはないですし、好きでね、聞いてたりはするんですけど、やったことはないんですが、楽しければいいじゃないかということでね、思い立って、撮ってみたんですよね。で、撮ってみたはいいもののですよ。やっぱり素人ですからね。ここまで、素人の芸をね、電波ではないですが、ネット上にね、披露するっていうのは、これしかもね、相も変わらずアパレル会社の代表ですから、そういう立場の人間がですね、お披露目していいものなのか、どうなのか、みたいなね、自問自答を繰り返しつつもですね、もういいや、やっちゃえということでね、えいやということで、アップしましたらばですよ。予想に反して、聞いてくださって、方からですね、割とお褒めの言葉をいただくということになりましてね、褒めていただいたりですね、喜んでいただいたことは本当に嬉しいななんてことを思いつつね、その賛辞の言葉もですね、もちろん悪い気はしないので、まるっと受け止めて、飲み込んで、喜んでたんですけれども、これ、不思議なもんでね、最初は良かったその喜び、そういうものがですね、時間が経つにつれて、重圧となり、プレッシャーとなり、そういうものが第5回の録音を遠ざけていたというのがね、正直なところですかね。で、その、正直な思いをですよ、はじめ幸男准教授にね、語らせることで、あれはビギナーズラックだったんだぜ、というね、そういうオープニングにしたわけなんですけれどもね、実は今回、先ほど聞いていただきましたのは、本当は撮ってうちのショートバージョンということでね、思いの丈に任せてですね、はじめ幸男が喋りましたらば、10分を超える大作になりまして、これはさすがに自粛しましょうねということで、ショートバージョンということでね、今回はお届けさせてもらったんですが、なるほど、そういう経緯のオープニングだったのねという意図をお伝えしないとですね、あれは一体何だったんだと思われるかもしれませんので、今ここでね、言い訳がてらの、ちょっと説明をしてみた次第なんですけれども、そんなことよりもですよ、今日はですね、少し嬉しい、楽しいお知らせなんてものがありましてね、まさに今私がこの喋っているバックで流れている軽快なミュージック、こちらの音楽、なんと配信されることが決定いたしましたというよりも、もう配信されてますね。素晴らしいですね。このね、オープニングでかかっている曲は、ウィンタースマイルっていうね、タイトルで、またエンディングでね、いつもかかっている曲は、
リトルマーチっていうこの音楽のタイトルがついてるんですけれどもね、この音楽、この2曲はですね、久保雷三郎さんというね、方に作っていただいてるんですけれども、久保さんはですね、成瀬彩子さんの弟の私の義理の弟のケイちゃん、ケイちゃんのお友達ということでね、ご紹介いただいて、作っていただいたんですけれどもね、この音楽2曲はですね、僕らのラジオのために作っていただいたという音楽ではなく、過去にですね、2013年にですね、春夏秋冬それぞれのコレクションで、動画をアトリエナルセで撮ったことがあるんですけどね、この動画の中で使われている音楽を今この僕らのラジオでも使わせてもらってるんですよ。ちなみにね、この動画自体はアトリエナルセのホームページに、コレクションっていうね、カテゴリーがありまして、そこからね、見ていただくことができますのでね、お時間ありましたら見ていただいたら楽しいんじゃないかなと思うんですけれども、このね、曲、そこで作っていただいた曲を、この僕らのラジオでも、まあ、使わせてもらってるんですよね。で、まあ、久保さんにね、僕らのラジオっていうのを始めるんですけれども、ちょっと時の音楽、そこでも使わせてもらっていいですか?なんてね、お願いさせてもらったんですけど、そういう使い方してもらうのとっても嬉しいです、なんてことをおっしゃっていただいてね、まあ、せっかくならっていうことで、この2曲ですよね、ウィンタースマイルとリトルマーチ、あと、久保さん自身の未発表の曲、これをね、計5曲、まとめてミニアルバムという形でね、聞くことができるようになってますね。すごいですね。これでね、肝心のどうやったら聞けるのっていうことだと思うんですけれども、今 YouTube の画面見ることできますかね。見れますか？そこにね、YouTube って概要欄っていうのがあるんですけど、今回だと、僕らのラジオ第5回ってね、タイトルが入ってるところがあると思うんですけど、そこの右端の方に逆三角形の小さなポチョッというマークがあると思うんですよね。そのマークをポチッと押してもらってもいいですか？そう、そうしますとですね、ビロリロリーンと、ちょっと長い、アトリエナルセのホームページのリンク先ですとか、あとメッセージこうやって送ってくださいねなんてちょっと説明があったりとか、でその下のあたりにですね、スペシャルサンクスミュージック久保雷三郎で、その下にですねリンクが貼ってあると思うんですけれども、そちらのリンク飛んでいただきますとね、Apple Music ですとか、まあ、LINE Music ですとか、まあ、いろんなサブスクのね、そういうサービスあるんだなって僕も初めて知ったんですけど、いろんなサブスクの、そういうサービスがバーッと並んでまして、で例えば、Apple Music だったらそこに飛んでいただくとも聞けることができると。で、iTunes とかだとね、1曲単位で買うこともできるのかな。1曲153円とからしいんですけどもね。ぜひ、まあ、聞いたり、買ったりしてみてくださいね。改めましてね、久保雷三郎さん、音楽作ってくださってね、使わせていただいてありがとうございます。この音楽のおかげでね、オープニング、トーク部分、どれだけひっちゃかめっちゃかになったとしても、それっぽくなるというですね、本当に素晴らしい、効果をね、出していただいております。感謝申し上げます。この音楽が、いつでも聴けるということでね、いつでもあなたの心のそばに僕らのラジオということですね。僕らのラジオ、はい、というわけなんですけれども、ちなみにですね、さっき僕らのラジオって流れたでしょ、くれぐれもお間違えのないようになんですけれども、あれは久保さんが作ったのではないですからね、あれは私が作ってますから、久保さんの名誉のためにもね、ちゃんと説明しないとなんですけれどもね。なんで、あれね、前回から使ってるんですけど、なんでああいうのがあるかって言いますとね、前回の第4
回の時に読ませていただいたメールの中でね、熱唱してくださいなんていうね、リクエストをいただいたんですよ。で、まあその前回のね、第4回の放送分全部取り終わった後に、まあどうしたもんかなっていうね、ふうに思ったんですけど、あ、そっか、ジングル作ればいいんだっていうことでね、急遽撮ったんですよ。あれね、あ、ここにあるんで、ちょっと待ってくださいね。今これ撮ってる部屋にギターがね、これ1万円の子供用のおもちゃのギターなんですけど、聞こえずれてますね。これあるんですけれどもね、これを使ってですね、撮ったんですよ、熱唱したんですよ。あれがメールの答えであったと気づいていただけたかなっていうことがね、やや心配なんですけれども、この思い、この歌声に乗せて届けということですよね。ね、まあなんだかんだでね、ちょっと気に入ってるんですけどね、頭にちょっとこびりつく残る感じでね、好きなんですけどね、ジングル、もっとなんか遊べそうですよね。遊んでいこうかしら。なんか音楽得意な方いらっしゃいましたら、ジングル作ってください。ね。なんかまた思いつきでそんなお願いしてね。すいません。ですね。そんなことよりも、どんなことよりも、こんなことよりもですよ。前回、前々回ですね。初めてメールテーマっていうのをね、設けさせていただいて、共通のテーマとしてね、2回にわたって同じメールテーマで募集をさせていただきました。どんなね、メールテーマだったかと言いますと、アトリエナルセの春夏の服でもう一度着たいな、そんな風に思う洋服、靴下ってありますか？というね、メールテーマだったんですけれども、たくさんね、お寄せいただきまして、本当にありがとうございました。本当に面白かったですね。本当ならね、こういうメールテーマですから、まあ、ランキング形式で第3位、第2位みたいなことでね、お伝えできればいいのかなとも思ったんですけど、お届けいただいたお一人お一人違うんですよね。それぞれにもう一度着たいと思っていただく服、持っていただいている服っていうのがあるようで、まあ、なかなかね、ランキングっていう形でご紹介することができないんですけれども、まあ、一つ一つね、まあ、全てちょっと読むことができないかなと思うんですが、いくつかメール紹介させていただきますね。まずはですね、2回目読ませていただくことになりますかね。ヘビーリスナーということでね、ラジオネーム秋コロコロさんからいただいております。ありがとうございます。第3回目の放送で私のメール紹介をしてくださりありがとうございました。こちらこそありがとうございます。本当に紹介された時には嬉しすぎて興奮しすぎて、何人かの友人にラジオ聞いて、紹介されてるからと連絡しましたが、みんなラジオのことを知りませんでした。かっこ笑い。宣伝しておきましたということでね、まあ、それは無謀ということでね、おっちょこちょいだぞということでね、でも宣伝していただいてありがとうございます。今日は来年の SS 企画のリクエストの件です。白チューリップのハイソックスを再販していただけたら嬉しいです。あちこち探してみましたが、白チューリップだけどこにもありませんでした。やはり大人気なのですね。あとはループのソックスやヘリンボーンのタイツの柄と同じハイソックスがあれば嬉しいです。また新作楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。ね、靴下のね、あれもう一度作ってほしいっていうのもね、たくさんいただきましたね。まあ、成瀬彩子さんね、またいろいろ考えてますのでね、ご意見も参考にしながら、また作っていくと思いますよ。ぜひお楽しみに。
次はですね、ラジオネーム麦太郎さんからいただいております。ありがとうございます。僕らのラジオ第3回は通勤途中に聞いていたのですが、ニヤニヤが止まらずマスクがあって助かりましたね。マスクね、マスク、これだけね、何ですか、毎日気温が上がって、まあ、梅雨になって湿度が上がってってね、私もね、マスク、当然外出するときは、まあ、マスクして出かけるんですけれども、まあ何ですか、ってなりますね。よくわからないですけど、あと最近マスク、通気性のいいマスクっていうキャッチコピーのついたマスクあるじゃないですか。あれどうなんですかね。よく、まあよくわからないというか、まあわかるんですけどね、マスクね、うまく使っていきましょうね。本当に熱中症もね、これから心配ですが、まあ、こういうニヤニヤを隠す、そんな効能もマスクにはあるんだな、なんてね、すいません、脱線しました。アトリエナルセの春夏のもう一度着たい服、募集されていたテーマに投稿です。まずは2016年のクレリックワンピースです。憧れの一枚でした。その時の私には高価でお店で試着だけさせてもらいました。春から秋にかけて長い期間着れそうなのもいいですね。それから何年か前に買ったリネンのスタンドオフブラウス。毎年繰り返し着ているので生地がだいぶ弱ってしまいました。シースルーのような状態。何年前に買ったんだっけなと思いながら、久しぶりにアトリエナルセのコレクションを振り返っていました。多分2013年 SS のものです。ナルセさんがぴょんぴょんしている動画です。早川氏も声が若い。スタンドオフブラウスはいろいろな生地や柄で繰り返し出されていますね。また白のリネンで出してほしいなと思いましたといただいております。麦太郎さんありがとうございます。麦太郎さんのね、この2013年 SS コレクションを振り返っていましたっていうね、これがまさに冒頭でね、お伝えしていた、僕らのラジオの音楽を作るきっかけになった動画ですね。皆さんもね、ぜひご覧になってみてくださいね。もう一つじゃ読ませてください。ラジオネームは読まないでください。恥ずかしいのでと書いてますね。はい、了解いたしました。こんにちは、こんにちは。ラジオ2回目3回目まとめて拝聴しました。早川さん面白すぎです。笑って免疫力上がってます。ボヨヨン行進曲、私も泣きそうになります。現在のお母さんと一緒でも月 1,2 回ボヨヨン不意打ちで掘り込まれます。中西敬三大先生のお母さんと一緒の貢献度は絶大だと思ってます。世間はおさむお兄さんだと思うけど、中西敬三いい曲書く。ラジオでも話されていたもう一度登場してほしい服あります。4、5年前、リネンだったと思うのですが、解禁のブラウス、カッコ、イエローがあったかと思います。カッコ閉じ、産後のバタバタで買いそべれて、再販を期待しています。といただいてますね。ありがとうございます。リネンのブラウスね。ありましたね。ありがとうございます。覚えていただいてね。あと、ボヨヨン行進曲ね。第2回目でしたか？ここで一曲たり基本願で紹介させてもらったんでしたっけ？ね。紹介させてもらった後ね、やっぱり大人気なんですね。いろんな方から、私もあの曲大好きですっていうようなね、メールいただきますね。これね、お伝えしてなかったですが、まあ、お伝えする必要は特にないんですけれども、私ね、宝塚という町に住んでるんですけれども、その宝塚でね、音楽回廊っていうね、音楽イベントが、開催されるんですよ、毎年ね。そこにね、中西敬三さん、なんと数年前にいらっしゃって、まだ息子がね、だから4歳、5歳ぐらい、まさにね、お母さんと一緒、毎日見てるような時期にですよ、来てもらいまして、目の前でね、中西敬三、ボヨヨン大、ボヨヨン行進曲、大合唱、大熱唱ということでね、
まあ本当に感動しましたね。あの子供たちのね横で、ほろりと泣いていたあの時のおじさんがここにいるよっていう感じですね。ラジオネームは、読んだらダメですので、書いていただきました。あなたありがとうございます。あ、そうだ、おさむお兄さん、坂田おさむお兄さんですよね。僕も好きだけど眉毛細いですよね。ありがとうございます。まあそんな具合にですね、本当にね、全部ご紹介できないのが申し訳ないんですけれども、たくさんねいただいて本当にありがとうございます。ね、このテーマ設定した時にはね、まあきっとこの 1,2 年くらいのお洋服とかで、あの服、あの靴下なんてね、あのリクエストと言いますか、まああれもう一度なんてことでね、いただくのかななんて予想してたんですけれども、まあ、なんて言うんですかね、まあ、5、6年前だったり、7、8年前だったり、まあ少しね、まあだいぶ前の、お洋服だったりですとか、まあなんて言うんですかね、まあそれほど、大人気にはならなかった、まあ、ちやほやされなかった、まあ、そういうようなお洋服を意外とリクエストいただいてるような気がしましたね。一着一着ね、本当に愛情を持って作ってよかったなってね、本当に本当に思いましたね。まあ、お届けした洋服がね、その着ていただいている皆さんの中で、まあ、成長といいますか、まあ、一緒に時間過ごしてね、まあ、いろんな思い出作っていってくださってるんだなと思うと、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。でね、まあ、成瀬彩子さんと、まあ、いろいろ、まあ、このいただいたメールなんか見ながら、まあ、それでもまあね、人それぞれ、まあ、お一人お一人、まあ、違うものを、あれもう一度ってね、言っていただいたなんて言ったばかりではあるんですけど、まあ、それでもですね、皆さんの中で共通して、これはっていうのをね、書いていただいてたアイテムがあるんですよ。実際数えてみてもね、一番多かったアイテムなんですが、まあ、それに関してはね、じゃあもう本当に作ろうかっていうことでね、作ろうと思います。発表しましょうか。ドラムロールとか、SE 用意できるのかしら。またこれ、編集してくれるじゅんちゃんのお手間を煩わせるかしら。じゃあ、いきますよ。じゃあドラムロールスタート。ドクッ。鳴ってますか？ババン。サラテッドパンツ。サラテッドパンツ。はい、ということでね、サロペットパンツ。これはね、本当に、皆さん、たくさん書いていただいてましたね。まあ、いろいろ、一つ、二つ、三つ書いていただいているうちの一つは、これが入ってるみたいなことが多かったかなと思うんですけれども、まあ、サロペットパンツっていう洋服はですね、アトリエナルセが、まあ、立ち上がって、まあ、すぐぐらいに、まあ、アイコンとまでは言わないが、まあ、アトリエナルセといえばみたいな、そういう、洋服だったんですよね、サロペットパンツ。去年はね、そのサロペットパンツまた違うデザインで出したんですけど、それはそれでね、かっこよくって、今もね、成瀬彩子さんよく、この時期もね着てたりして、かっこいいですよ。あれもね、まだ秋冬の服っていうところで何枚か残ってるかなと思うんですけど、時間が経つことにね、本当にいい感じになって、あれね、おすすめですよ。まあ、その新しいデザインの方ではない、リクエストいただいてるのはね、昔の、当初、初期の頃にから作っていた、サロペットパンツの、春夏バージョンですかね。朝だとか、まあ、コットンだとかで作るものをもう一度出してもらえませんかというようなことだったのでね、その初期の頃の、デザインを、まあ、元に、まあね、生地だとかデザインだとかっていうのは、まあ、まあ多少変わらざるを得ないと言いますか、まあね、今やっぱり、まあ、年齢も経てきてますから、まあ、ちょっとこの辺りはこういうふうにしようなんてことは出てくるとは思うんですけれども、作ってみたいと
思ってますのでね、ぜひ来年の春ですか、楽しみにしていただけたらななんて思いますね。まあ、あとは今本当に成瀬彩子さんデザイン毎日、取り組んでますので、来年春になってね、まあ、出てきた洋服たち見ながら、あ、これは私の意見参考にされたんじゃないかしらなんてね、思っていただくっていうのも、まあ一つ楽しいんじゃないかななんて思いますね。僕らのラジオと、まあね、そんな風に、今回も元気よくお届けしている私アトリエ成瀬代表早川なんですけれどもね、成瀬彩子さん、まあ繰り返すようですけれども、今は次の、春夏シーズンのね、デザイン、目下制作中ということなんですけどね。デザインの制作ってまあ、春夏だとこの時期ですよね、まあ、6月から7月にかけて、まあ、5月ぐらいからかな。で、まあ、秋冬はまあ11月から12月、まあ、年明けてぐらいまでっていうのが、まあ、そのデザインをまとめて集中してね、仕上げていくっていう、まあ、期間になるんですよ。でね、この期間っていうのは、まあここでね、喋るようなことではないと言いますかね。まあ、ここだけの話と言いますかね。何ですか、成瀬彩子さん個人のね、インスタグラムなんていうのをちょっと見てもらってる人なんかは、なんとなくそういう空気感感じてるかもしれないんですけれども、まあ、このデザイン期間の成瀬彩子さんはですね、超怖いんですよ。超怖いんですよね。何ですかね、両目から、まあ、10センチくらいですけれども、常にビームが出てるみたいなね、あまり近寄りすぎるとやけどすんぞお前みたいなね、なんかそういう感じなんですよ。まあ、普段はね、本当に皆さんなんとなくイメージされてるかもしれませんが、まあ、非常に穏やかな、おっとりとしたようなタイプだと思うんですけれども、まあ、この期間の成瀬彩子は別の女だぜということでね、まあ一昨日ですかね、まあ喧嘩しましたよね。こんなところで発表するようなことではないんですけれどもね、まあ喧嘩って言っても、まあ夫婦喧嘩ですからね、まあ犬も食わないというやつでね、まあどんな喧嘩だったか一応、お知らせしますとですね、まあ、忙しいですから、まあ、夕方ね、ちょっとごめん、今日はもう、あれかな、出前にしようか、みたいなことをね、言ってて。もちろんね、出前全然問題ないですし、まあ、忙しいですからね、もうそれ当然、それは、そういう時はもうそうしようよっていうね、もう当然でございますよ。ね、ただ、うちの小4の息子がですね、出前、嫌やなーみたいなことをまあ言いよるわけですよね、あやつがね。まあそういうことをまあ言いますのでね、じゃあ私の方で、じゃあお前何がええねんみたいなことになりましたら、じゃあうどんなんてことを言いますのでね、まあじゃあ作るわみたいなことでね、私まあで作ろうと思いまして、まあ、冷蔵庫行くでしょ。で、まあ、冷蔵庫行って冷凍庫の方をカパッと開けますと、まあ、冷凍庫の方に、まあ、冷凍のさぬきうどんが、まあ、3玉ぐらいあったので、まあ、これを使おうとね、まあ、思いまして。まあ、そして、まあ、冷蔵庫の方を開けますとね、まあ、野菜なんかがありますから、まあ、それを具材にして、なんてことを思うんですけれども、何にもレシピか思い浮かばないんですよ。もう、浮かんでくるのは酢うどんのみなんですよね。まあ、そんなことでね、もうその息子がね、出前ムードを半旗翻した時点で、私なんかもですね、普段この時期っていうのは、成瀬彩子さんがそういう緊張状態ですから、私も緊張状態で、糸張り詰めている状態ですから、少しのことでね、まあ正直イラッとしてしまうんですよね。で、まあその数うどんしか思いつかない自分に、まあイライラしながら、そしてそんなわけはないということでね、冷蔵庫をパタパタ、冷凍庫をガタガタとやってますとですね、カタカタと1階から成瀬彩子さんが上がってきまして、あ、もういいよ、もう私も作るからねっ
ていうね、あの半ばため息混じり の, あのそういう提案がなされた時に、あの私の方もバカですね、いや俺作るからさみたいな、なんかそういうあの言い合い、あの本当にこれ喋っててどうしようもないですけど、まあそんな感じですよね、あの夫婦喧嘩ね。あのまあ本当にね、あの普段から私があの料理に勤しまないから、まあこういうことにもなるんでしょうし、まあ、あの普段からね、あの料理を作っていただいている成瀬彩子さんには本当に改めて感謝しながらも、あの私はあの喧嘩しましたよということをね、なぜ私は今ここで皆さんにお伝えしているのでしょうか、たまにはこういうこともまあいいのかななんて思ったりもしますが、どうなんでしょう。僕らのラジオ、ね、今回あれですよね、きっとこれは最長の時間になってるはずですね、これね、きっとね、まあいっかね、2週間分ですよ、お付き合いいただいてね、ありがとうございます。あと少しだけお付き合いよろしく。ですね、忘れぬうちになんですけど、メールをね読ませていただいた方に、アトリエナルティっていうね、アトリエナルセのオリジナルのハーブティーをですね、お届けしているんですけれども、その感想なんかもねいただいて、ありがとうございます。美味しかったでしょうね、お届けさせてもらってまして、でこのアトリエナルティーをね作っていただいている、京都の祇園にあるお茶屋さんね、以前紹介させてもらったんですけど、ここでちょっと訂正なんですけどね、私その際にね、どうもミグノンさんと言ってたらしいんですよね。共通のね知人から違うぞということでね教えていただきまして、ミグノンさんではなくてね、正しくはミニョンさん、京都祇園のミニョンさんですからね、訂正してお詫びいたしたいななんて思います。ミニョンさんね、これ聞いていただいてるんでしょうかね、そんな風に私ちょっと間違えてしまいまして、本当にごめんなさいね。でもお届けいただいてる、作っていただいてるね、ハーブティー皆さんに美味しく飲んでいただいてますよね。それからですね、これも初回のあたりですかね、プレゼント、まあアトリエナルティがあるんですけれども、まあ、ラジオといえばステッカーだなんてことをね、言ってたと思うんですけれども、なんとなんとついに出来上がりましてですね、アトリエナルセ僕らのラジオオリジナルステッカーが出来上がりましたね、今回は拍手が登場しますね。ではですね、アトリエナルセのそのステッカーの名前ちょっと発表しますか。なんとかナルセステッカー、はい、ということでね、なんとかナルセっていうね、私インスタグラムでね、まあ、何ヶ月か前かに、なんかまあ親父ギャグですよ、書いたんですけれども、なんかそれが自分で気に入っちゃってね、ずっと断るごとになんとかなるせいなんてことを言ってたんですけれども、その言葉をですね、ステッカーにしてしまいました。でこのステッカーですね、なんとふざけた名前かということでね、思われてるかもしれないですけれども、おそらく皆さんの想像しているものとは違う感じででしてね、なんともおされステッカーでございますね。皆さんね、これ届きましたらば、ぜひね、インスタグラム、ツイッター、拡散していただけれますと、私たちがなんとなくかっこいい、いい感じな感じになるんじゃないでしょうか。ね、カミカミですね、本当にね、すいません。これからはですね、ですので、メール読ませていただきましたら、アトリエナルティもしくは、なんとかナルセステッカー
ね、あのお届けさせてもらおうかななんて思ってますので、メール読ませていただきました皆様、引き続きそんなところもね、どっちが来るのかななんてこともね、あの楽しみにしていただければななんて思います。そうか、次回のメールテーマ決めてなかったな。どうしましょうかね。次回はなしということでね。本当にいいのかな、こんなん。ね、あの、まあ、まあ、いいんじゃないですか。あの、また、あの、自由な、あの、ご質問、などなどございましたら、メッセージなどね、ありましたら、お届けいただければな、なんて思います。それでは最後はですね、ここで一曲、他力本願なんですけれども、これも決めてないですが、そうですね、あの、メールでね、今回、お母さんと一緒の、ね、話題、ありましたね。そこで貢献度が、中西恵三さん大だってね、おっしゃってましたけれども、加藤千明さんってご存知ですか？ホットケーキは素敵って歌がね、お母さんと一緒で流れてるかと思うんですけど、加藤千明さん、それの作曲されてる方でね、この方も私的には、お母さんと一緒の貢献度大だっていうふうに思ってますけどね。この加藤千明さんが、あれはなんだ、みんなの歌ですかね。で、発表された、四つ角のメロディーという曲がありましてね。で、この四つ角のメロディー、とっても素敵な歌で大好きなんですけれども、みんなの歌でね、流れるときはアニメーションとかと一緒に流れるでしょ。で、そのアニメーションをね、書いてるのが、森正幸さんというね、私の大好きな北海道在住の漫画家の方なんですけれどもね、また、興味ありましたら調べてみてください。とてもいいですよ。森正幸さん。で、この森正幸さんの、漫画、アニメーションに合わせてね、この四つ角のメロディーっていうのが流れるので、まあ、どうやったら見れるのかな、どうにかこうにかね、アニメーションと一緒に見てもらえたら、まあ、よりいいんですけれども、曲だけでもね、とっても素敵ですので、ぜひね、この番組終わりましたら、ご利用になられているサブスク、もしくはお手持ちの CD で、かけてみてください。今回おすすめするここで一曲他力本願は加藤千明さんの四つ角のメロディーです。突然ですけれども、ではまた。